はい。皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は私の YouTube の動画チャンネルにいただく低評価やモラルにかけたコメントについて自分自身がどういうリアクションをしているかについて話をさせていただきます。 実は生徒さんの方が私以上に私のチャンネルについた低評価だとか、オラルの ないコメント品性のないコメントに対して気遣ってくださるんですよね。だからそこに対して皆さんにもっと安心していただきたい。説さんには安心していただきたいっていうのと、あとこのインターネットの SNS 社会の中で YouTube で顔出しして発信している人は少ないとは思うんですが、Facebook に投稿したり Twitter で呟いたりだとかブログを書いたりだとか、とにかくそういった情報の何かしらの発信をされている方ってほとんどだと思うんですね。で、その中で心ないコメントだ だったりだとかたくさん来たりする場合も中にはあるとは思うんです。多かれ少なかれで、そのような時にどういう風に対処したらいいのか？っていうのを、今回の動画を通して、少しでも何かしら学んでいただければ得るものがあればなと思ってます。答えから言います。気にはなるけれども、気にしていないし、気にしないようにしています。 これが私の解決策です。具体的には、例えばコメントを書いていただくと、YouTube にピロンって通知が届くんですね。で、そのコメントをチェックするんですけれども、私がどうこうではなくって、動画を見る、他の視聴者さんが動画を見る、ついでにコメントが目に入った時に、気分を害さないようなものに関しては残しています。だから、自分の YouTube 動画に対して肯定的だから残すと、だとか、批判的だから残さないっていうのではなくて、 そこに品性や気遣いが感じられているかっていうことなんですね。同じアドバイスでも誰に言われるかによって全然違います。考えてみればわかる話だと思うんですが、ただすれ違った通りすがりのおじさんに自分がね、いくら体重だとか体型気にしている女の人であっても、通りすがりに、あの、通り過ぎたタイミングで君太ってるから痩せた方がいいよっていきなり言われてスーって行かれたらその人のアドバイス、あ、ありがたい、的確なアドバイスだなって思う女性、 がいいいると思いますすかそんななわけないですよね言われた側の気持ちっていうのを考えられないコメントっていうのははっきり言えば品性のかけらもないっていうふうに考えています。実は YouTube 上でこの人のコメントは表示しないっていう設定ができるんですよ。だからその設定を一回行うとその人がその後いくらコメントを書こうが YouTube のチャンネルのコメント欄には反映されないし自分ですら通知は来ない。自分も 見ないっていう状況になるわけですね。そういったコメントを書いてしまったが最後、その人が今後ね、いくら海外物販だとか物販に関して気になることがあって、私に質問をしても、もう二度と繋がることはないっていうことです。これ別に脅しではなくって、自分でやったことに対しての一定の責務っていうのは生じますから、それはやっぱりインターネット上であっても、一度そこで繋がりっていうのが謝罪した人に関して、自分もヘラヘラとまた近寄って来られるのも困るし、 自分で近づいていいいててくこともないなって思いますやっぱり我々の時間っていうのはものすごく有限なものだからその中で誰と付き合うかっていうのはしっかりと考えていく必要があるんですねで自分の動画っていうのは高評価低評価の数っていうのも公開していますで結構低評価が多いことで結構セツさんが気にしてくださることっていうのが多いんですがその低評価に関してもですねあの細かく誰が付けただとかどういう理由で付けたっていうのは全くわかんないんですよ かんないけれれどももうそれがそがののままま生の声だと思ってます自分の動画を通して勉強してくださっている参考にして前向きに進んでくださっている方々により時間を使いたいっていう単純に合理的な発想からそういった 低評価についても実は皆さんが思ってるほどあんまり傷ついたりだとかしてない気にならないわけじゃないんですけどもし今回の動画ご参考になりましたならば高評価チャンネル登録いただければ幸甚でございますでは失礼いたします